ここ信州新町化石博物館ではアーモナイトをはじめとした貝類や植物など世界53カ国から集められたさまざまな化石を展示していますこちらでは現在開館30周年記念展「信州新町と化石博物館」を開催しています今年で30周年を迎える信州新町化石博物館 今からおよそ80年前に発見された新州セミクジラの化石や、新州新町出身の化石収集家の西澤武さんからの化石コレクション寄贈などがきっかけで開館し、およそ600点の化石が展示されています。今回の新州新町と化石博物館はどんな企画展ですかこの博物館は地元で古くから発見された化石があり、そして、 この信州新町に寄贈された化石がありましてこれらの化石に関係された方々の思いがリレーのようにつながってオープンすすることとがでできた博物館なんだと思うんです開館30周年を記念しましてこの博物館の開館の経緯やそれから地元の方々の縁などについてご紹介したいと思いまして企画しましたずばりこの企画展の見どころは何でしょうかこの 博物館の開館にもつながった数々の貴重な化石をご覧いただきたいと思います貴重な化石気になりますね、はい、早速ご紹介お願いしますはい。それでは実際に展示されている化石を見ていきたいと思います畠山さんまずご紹介したいのがこちらですね何ですかはいこれは平林ジカの顎の骨の化石ですこの化石は今からおよそ100年前 西側にかかる橋の工事の時に発見されました発見者は平林さんという地元の方でそのために平林寺家という名前がついています実はこの化石こそが学会に最初に報告された新州新町さんの化石なんですえ貴重ですねはい。こちらは少し大きな化石ですね何ですかこちら新州セミクジラの脊椎骨の化石です このの化石は今から80年ほど前にに地元の小学生によって発見されました。発見当時は脊椎骨がずらっとつながった状態だったのですが発掘が行われるまでの間にその多くが行方不明になってしまったんです。今回は当館所蔵の化石県内の学校に保管されていた化石を合わせまして合計9個の骨を並べて展示することができました。 ね、今回の企画展ならではの姿が見られたわけですね。ねね今回こういうい形ででで展示できたの初めてですね,へ<ー>ね来場してくださった皆さんにもぜひこの化石博物館の魅力を感じていいたただきでですねそうですねねそうご紹介した以外にも普段は展示していないセイウチの頭骨化石の実物など普段は展示していない貴重な化石がたくさん展示されています。 それから新州セミクジラの並んだ脊椎骨がご覧になれるのは今だけです10月15日まで開催していますので皆さんぜひお出かけください言う前に考えようよその言葉長野市は人権を尊び差別のない明るい長野市は築く条例を制定していますすべての人が住みよい社会を築きましょう